金は工面できたから、今度は落ち着ける場所の確保だな。銀髪の美女とヤクザから身を隠さなきゃいけないし。青い髪の少女がおずおずと声をかける。今日から私のご主人様ですよね。私、何でもしますから。女の子が何でもなんて軽々しく言っちゃいけねえよ。苦笑したスバルが頭を撫でようとすると、少女は真っ青な顔で身を固くした。殴られる、と思ったのだろう。どんだけ過酷な環境だったんだよ。少女に同情するスバル。その耳に、街中に響く警報と魔獣のうなり声が届いた。